ぱしていく。ねえお兄ちゃん、お腹すると、お腹すると。もうちょっと。サボテンフルーツばい。うん、サボテンフルーツ。もうすぐ着く。お、もうすぐ着くやん。そこやな、ね。話しかけてみるべし。お顔見して、お顔。ふん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 って言う。料理研究家だって。強いじゃん。あーすごい。だって鋼の剣やけ。強いね。だって鋼の剣やけ、そいつ。うん。一回食らって倒した。じゃあ帰ろう。あのお肉とか机持って帰り。ひらめいた。やっとフラム見えた。お肉いるんやないの、ウサギのお肉。ウサギのお肉、何も落とさん。そうだね。あ、また落った。当たってない。あ、あれ、うん、あ、なんか薬草落とした。そうだったね。うん、祭りに帰る。今日は行けたね、今日は。今日だけは行けたね。行けたね。あ、なんかいいよ。なんかレンガ料理台作ってみり。あ、うん、レンガ料理台は多分ありがえると思う。焚き火？はい。調理台？はい。レンガ料理台を作れるの。多分ね。重なっと。重なった。重なって作るよ。レンガ料理台作れる。だってレンガもあるって。これをどこに置くか。さっきのとこに置いたらいいの。出ない。あー、たぶんこれが邪魔や。いっぱい来た。いっぱい来た。ノアだからいっぱい来たさ。え、プリンまだ全然なってない場合、なんで？すごいすごい。なんか作らない？お肉と小麦で。あ、これを作らないけんね。生肉がないけん。紫色のウサギじゃなかった？なんかわからんけど。いや、紫色とかなかった。もうちょっと色が違うウサギじゃなかったっけ？もうちょっと大きいウサギじゃなくて？いや、大きいウサギは多分大きいのを落とすけど、ちっちゃいのじゃない？なんちゅうこれ。お肉取ってきて、お肉と小麦でなんか作ってほしいからね。うん、ウサギのお肉がいるんじゃないかしら。じゃあ、ウサギを取ろう。